うわマジでこれはまさに砂のスマートファルコンだ。毎日にしがちゃ第5レース、今日はサイレンス鈴鹿2回目、今日も京都でちゃんみ用の因子集会でございます。サポカドスキルは右の通り、まずご覧いただきたいのが適正の方ですね。なんとダート S まさかのね、魔改造チャレンジが成功したことにより芝のスマートファルコンから砂のスマートファルコンへと変身を遂げました。素晴らしい。そして今回はですね、三女神様にお休んでもろうてですね、根性七位をフレンドさんからお借りして編成しました。で、七位からもらえる、こちらのハイボルテージですね、これが本番ではかなり強い加速スキルになるとのことで、で、根性七位をね、自前で持っていればよかったんですけれども、あいにくの未所持組でございまして、で、かつ本育成する時のフレンド枠はもう三女神で固定になりますので、せめてね、継承因子で下位の白スキルを持っておきたいなーっていうことで今回の編成になりました。にしても三女神いないとね、ここまで出力落ちるんだね。 AI とはいえさすが神様ですわ。さあ、適性も S になってることですし、スキルもがっぽりもらえておりますし、これは因子にも期待がかかるところです。どうなるでしょうか。早速見ていきましょう。さあさあ、本日のオーダーは、青と赤は相変わらずいつもの通りで、白因子の方にですね、加速スキルと緑スキルを気持ち多めに出していただきたいところ。やっぱ加速スキルはね、なんぼあってもいいですからね。さあ、まず評価の方は、あーこの背景は SS。 まあでも逆に SS で済むんだ。正直もう S ぐらいも覚悟してたんですけどもね。さあ、因子の方はどうでしょうか。お願いします。スピードファイル、あー星1かいや、まだわからん。ほい、再獲得、最近調子いいからさ、スピード芝ダメか。くっそー。いやー、トレーニングの調子がいいと、因子の調子が悪くなっちゃうという、このジレンマ、なんとかならんかな。残念。まあ、でもこのまま、今回のね、鈴鹿はこのまま、ダートのレジェンドレースとかに使って、ダートで走ってもらおうかなと思います。はい。それでは、また明日。